この人すでにここにあり、賢に呼ぶを聞いて、すなわち自ら新人の消灯にして欠場して道を尋ねて直ちに進んで御個体の真を称せず、あるいは一個と一部二分するに東岸の軍属等を呼んでいわく、何時来たり帰り来たれ、この道倹約にしてすぐることを得じ、必ず死すことを疑わず、我らすべて発信を持って相向かうことなしと、この人呼ぶ声を聞くといえども、まだ帰り見ず、一心に直ちに進んで道を持っていけば、周囲にすなわち災害に至り、長田諸南を離れて善ぬと相まみれて道楽やむことなし。これはこれ例えなり、次に例えがせば、東岸というはすなわちこの娑婆の片手に例う、災害というはすなわち極楽の報告に例う、軍属悪獣偽りに親しむというはすなわち地上の六根六式六人五運次第に例う、人なき空境にさばというはすなわち常に悪に従って真の全知識に合わざるに例う、スイカの苦というはすなわち地上のトンワヤや水のごとく、心臓は火のごときに例う、中元の白土死五寸というはすなわち地上のトンジン煩悩の中によく、症状の癌往生の真を生ずるに例う、すなわち鈍人強気によるがゆえに、すなわちスイカのごとくと例う、善人はみなるがゆえに略の語のごとしとたと、また水発常に道を潤すとは、すなわち愛心常に起こって、よく善人を善まっすぐにたと、また火炎常に道を焼くとは、すなわち真剣の心、よく孤独の宝財を焼くと、焼くにたと、人の道の上を行きて直ちに西に向かうという、すなわち諸々の行を得して直ちに西方に向かうたと、東岸に人の声やって、進めやめるを聞いて、道を尋ね直ちに西に進むというは、すなわち釈迦常にて、召して後の人、見誰ども、なお凶暴あって尋ねるべきに例う、すなわちこれを例えるも声のごとし、あるいは、言うことを一部二分するに、軍属等を呼び返すというは、すなわちべちげべちげを悪権人等の乱れに権限を解いて、互いに愛は暗し、及び自らの罪を作って退出するに例う。